凍ってしまうよ。サボるんじゃない。難しいし。封じよ。冷静に行くのも。さあ。冷凍保存。ブーン。サボる氷。あは。冷凍食品だ。いや、そこだ。さあ。リスンインファフォーレよっははくらえフォーレトンそこだいやくらえよっファフォーレいやそこだトンファはあくらえいやフォーレよっはっそこだよっトンくらえはっはっはっ取るに足らないわたっその命いただいたわやめなさい。行くぞ。あ、よっ、厄介なこと。あ、ほれ、いや、くらえ。よっ、ほれ。
しまっておこう。私が価値を見積もろう。寒い。体が冷え切ってる。急いで温めないと。火を起こそう。うん、あと温かいスープも必要だと思う。私はここで彼を見ておくから、あなたは美味しいスープを用意してもらえないかな。ここに来る途中にヒルチャールの集落があったでしょ。そこに行けばスープを作れ。うん、用意ができたら早く戻ってきてね。はあ。
だいぶ良くなったよ。ありがとう。このスープ、イノシシを追っていたら、どうも遠くまで来すぎてしまったみたいでね。しかも、獲物にはそこの地下遺跡に逃げられる始末だ。仕方ないから追いかけて遺跡に入ったら、巨大な給湯時を見つけたんだよ。すごく寒くてね。逃げようと思ったら、体の力が抜けて、このざまだ。巨大な給湯獣？どれくらい大きかったの？以前その噂を聞いたことはあったが、あんなの初めて見たよ。危なそうだな。遺跡には近づかないようにしようぜ。おいしい食材の予感がする。これだよ。足りない食材はこれだ。絶対おいしいに決まってる。落ち着けって。そんなすごそうな植物、本当に食べられるのか？試してみないとわからないでしょ。さあ、早く出発しよう。また一人で行っちゃった。俺のことは気にするな。それより彼女を止めてくれ。危険だ。走るなよ。遺跡の中は危ないぞ。食材の鮮度は待ってくれないから。たっやったっやっ、あつあつでしょ。よいしょ。どいてどいて。意外と強いな。あちこちで食材を集められたのは勢いだけじゃなかったんだな。
しましょう。暇でもいいけど、一緒に食材を探しに行こうよ。火を
珍しい食材待っててね。うわ、食材が攻撃してきた。まずは相手をおとなしくさせよう。あたっやったっふん。あそれやっグオパーよっけ。痛いよ。珍しい食材が手に入ったんだよ。これ以上に嬉しいことはないって。あっちにまだ何かあるみたいだよ。きっとさっきの狩人が追いかけてたイノシシだな。この模様見たことないな。どこかで見たことあるような。どこだったかな。あ、リーウェ風物詩だよこの模様。間違いない。これ300年以上前に絶滅したイノシシだ。そんな昔のイノシシなのか。なんで生きてるんだ。ありえるな。このイノシシの肉ってすごく美味しいから乱獲されて絶滅したんだって。本に書いてあったよ。給湯時と絶滅したイノシシ。今日はお宝を2つもゲットしちゃった。清泉町に戻ろしまっておこう。はっ
遣いも私に答えているの。
しまっておこう。しまっておこう。しまっておこう。Thank you.
しまっておこう。旅の収穫だね。
ここって清泉町なんだよな。そうだと何度も言ってるじゃないか。お前の探してる人物は誰一人として知らないがな。そんなわけない。そいつらは俺のご近所さんと友人で清泉町の住人なんだ。変だな。一体どういうことだ。なんかわかったのか。人間ってそんなに長く生きられるのか。そんなことありえるの。そっか、食材の鮮度を保つのと同じ原理だね。けどにわかには信じがたい。でもそれ以外に説明できそうにないよな。お前さん名前は。オラフだ。その名前家系図で見たことがあるぞ。何世代前だったかは忘れたが、俺の親族だ。つまりヒー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 。こんなことってあるんだな。かなり時間が経っちゃってるけど、一家団らんできてよかったね。そうだ、オラフさんも私たちの料理対決を見に来ない。あ、その件は俺もブロックから聞いてるよ。会場はもう用意してある。ついてきてくれ。Thank you.